7月25日月曜日。マジかよ。夏休み始まってすぐ緊急集会って、うちの学校って怪盗騒ぎの発端だろ。世間が注目してるから釘が刺されるんだぜ。学校にマイナスになるようなことはするな。夏休み中もおとなしく過ごせってさ。無理だわ。こんな騒ぎでおとなしくしてられるかよ。明治江戸の宣戦布告やばすぎだろ。怪盗の正義を信じる日本人には制裁って、いたずらとも言い切れないしさ。過去最大規模の個人情報流出騒ぎになるんじゃないかって噂だよ。またどっかのサイトが狙われんのかな。怪盗団がどう動くか気になるよ。それだけが夏休みの楽しみだな。受験勉強の息抜きにちょうどいいよ。そんな娯楽ある？でも怪盗団がなんとか知ってくれなきゃ困るよ。喧嘩売られてるの怪盗団なしさ。思った以上に騒がれてんな。放っておくとまずそうだ。どうして？いいか、これで被害でも出れば何を言われるか分かったもんじゃない。確かにね。最悪すべて怪盗団のせいなんて言われかねないぞ。確かに。仲介をさっさと片付けてみんなで相談だ。おはよう。おはよう、あんちゃん。そこに何かあるの？ほらほら行くよ、遅刻しちゃう。いつも立ち聞きしてるの。こういうとこで36% か。夏休みに緊急集会とか頭おかしいよね。うちの学校マジ終わってるわ。校長の話とかどうでもいいよ。アホすぎて改心させたい。確かに校長ってパレスあんのかな。書き込んでみる。やってくれるかも。でも正義の名がないからね。昼間終わった後？あ、終わった後だ。だるかったな、緊急集会。だるかったか。あれ、ユウスケも学校？洗濯した結果、これしか服がなかった。ん？あ、それ学校の服なの？もう2、3着買おうね。貧乏してるね。ほら、世間話するために集まったんじゃないでしょ？アリババの件。ではまず我が輩から。ルブランは双葉に盗聴されていた。なんでお店を盗み聞きするの？全くわからん。マスターの言う通り、難しいやつだな。とにかくメジエドに対抗するには双葉のハッキングスキルが不可欠よ。本人が言うようにメジエドの正体を明かせるかもしれない。今は彼女の腕を信じるしかないか。ねえ、双葉にパレスがあるのは確かめたけど、パレスって悪人じゃなくてもあるの？悪人かどうかは関係ない。パレスは強い欲望によって歪んだ認知が具現化したもの。ただそれだけだ。まあ歪んでる奴には悪党も多いだろうがな。若いのに歪んでしまうなんて、きっと辛い思いをしたせいよね。アリババを名乗ってたことと関係あるのかな？ご主人の話だと、双葉には幻聴や幻覚があるそうだな。何か大事な記憶と関係があるのかもしれない。そいつが歪みのせいで、うまく言えないが変になったとか。そうね、多分波があるんかね。正常な時とそうでない時とか。要はお宝取りゃいいんだろ。まあそうだ。双葉のパレスやるでいいんだよね？本人が望んでるんだもの。気に病む必要はないと思う。双葉の心が治ればマスターも助かるし、メジエド退治も手伝ってもらえる。俺も賛成だ。っていうか、ルブランに盗聴されてるって分かってルブランで作戦会議するんか。まあ2階だけど。マスターが昨日語ってた双葉にいろいろあってっつうのも気になるしな。待てお前ら、パレスの探索だが、今まで通りにはいかないかもしれないぞ。なんで？なんで？本人に頼まれて心を盗みに入るなんて、極めてイレギュラーなケースだ。ああ、確かに最初から警戒度マックスっていうこと？パレスの主がどういう心持ちでいるのか、どういう歪みなのか、見当もつかない。確かにね。予想外の事態が起こる可能性が高い。それでも行くか？行こう。
わかった。用心しろよ。じゃあ、キーワード探すか。今わかっているのは、桜双葉、桜宗次郎宅だけね。あとは、何と思ってるかだな。なんだろう。とりあえず、家の前まで行こう。マスターは店番だね。変に思われないように気をつけないと。大事な記憶か。人間の姿に戻ったら我が輩も記憶を思い出せるよな。ねえ、どうなるかね、モルガナ。だといいな。そうに違いない。今回の作戦は絶対に成功させたい。双葉の記憶が戻せたらきっと我が輩のだって。しかしハッカーなんてそう身近にいねえぞ。ね、お前やっぱ持ってんな。確かに持ってるね。偶然だよ。我が輩が見込んだだけのことはある。モルガナからやる気を強く感じる。6、とっておきの道具レシピ。潜入道具作戦のすべてのレシピが解放される。よし、ありがとう。おっと、置いていかれたか。急いで追いつくぞ。ふい。パレスのキーワードは引きこもりだとしたら家を何だと思っているかだろ。出られないなら牢屋じゃね。あー、結構いいこと言うね。出口のわからない迷宮。あー、いいね。オアシスとか？うん、それもいいね。ダメだな。だったら逆に地獄はどうだ？手がかりが少なすぎる。なんだろうね。直接聞ければいいんだ。なら行こうぜ。双葉のとこ。うん、ここまで来たらいいんじゃない？なんて言って入れてもらうの？忍び込む。本気で？でも。さすがに鍵かけてるんじゃない？鍵開けは我が輩に任せろ。今回ばかりはやむなしだろう。そうだった。昨夜の侵入の成果で双葉の部屋の位置は分かってる。でもさ、この家すごい昔ながらの鍵っぽいけど、そういうのもいけるの？下手したらさ、鍵入れてやるタイプじゃなくってさ、鍵くるってしてくるってやるやつじゃないの？伝わらない。マスターに出くわしたら今度こそごまかしは効かないよ。いや、本当に店にいるから大丈夫じゃない？じゃあ誰か見張ってきたら。腰が引けてんな、誠。俺らはこんくらいいくつもくぐり抜けてきたぜ。確かにね、まだらめん時やばかったね。それしかないのよね。まあ、ただ言うならば後腐れがあるんだよね、短すぎて。失敗した時がね、リアルの生活が危ないんだよね。双葉はあなたに接触してきたんだし、あなたになら話してくれるかもしれない。分かった、行きましょう。同じ人に世話になってる同士ね。入っちゃうか。おお、ここが双葉の部屋だ。なかなかな感じですね。双葉ちゃん、いるんでしょ？返事がないな。てかよく入れたね、モルガナ。って言おうと思ったけど、鍵がかかってたら自分で開けられるんか。双葉ちゃん、いる？昨日、びっくりして叫んでごめんなさい。暗くて怖かったから。無反応だぞ。骨が折れそうだな。聞いてるよね、アリババ。あれやない、注意や逆転で寝てんじゃない？あ、アリババなぜ来た？なんでアリババだと反応すんだよ。あなた、さくら双葉でしょ？無反応だな。名前を出されるのが嫌なの？お母さん一色若葉なんだよね。一色双葉って言ったらいいんじゃない？のんびりしてる暇はねえぞ。アリババの正体よりキーワードが先だ。私たち、あなたのことが知りたいの。出ないと心は盗めない。お母さん関連だったら何なんだろうな。ゆりかごとかそういう系？
ここに来た理由もパレスに入るキーワードが必要だったから。そのためにアリババじゃなくてさくら双葉本人と話がしたいんだけど。直接顔を見せてくれなくてもいい、チャットでもいいから答えてほしい。まこっちゃんほんといい仕事する。じゃあ私たちのリーダーが。わかった。ルブランの屋根裏に住んでる彼があなたと話をしたいって頼んだよ。キーワードを聞き出して。何が聞きたい？この家をどう思う？この家がどう見えてる？この家の居心地は？この家の居心地はどうですか？苦しい。苦しいか。嫌いなのか？嫌いじゃない。質問を変えた方が良さそうね。結構いい質問だと思ったんですけどね。苦しい。なぜって言われ、なんかイエスオアノーで返せる方がいいかなって思ったんだけど。なぜ？わからない。質問を変えた方が良さそうね。え？正解これなの？絶対ないと思ったんだけど。外に出たら？出られない。出ないままここで死ぬの。死ぬって。お母さんみたいに飛び出しちゃうかもしれないからってこと？まだ続くのか？なぜそう思うんだ？なぜ？ここが私の墓場だから。墓場？あ、まさかそれ墓場。墓場で入力してみろ。お、入力を受け付けました。目的地までのルートを検索します。墓場か。来た。悲しいな。どうした？これでいいのか？ええ、十分よ。あなたの依頼をこなしたら手を貸してくれる約束忘れてないわよね。分かってる。取引だ。じゃあさっさと行こうぜ。ポチッとな。バカ、ここで押すな。ほんとだよ。帰った時に鉢合わせちゃう。あれりゃ。うわ、砂漠？あれ？変身してない。砂漠だな。変身してないよ。見りゃわかるわ。モルガナだけ変身してる。つーか、あれ？俺ら服まんま？双葉本人が盗めつってんだ。敵視される方がおかしい。敵視されてないなら服装は変わらん。そういうこと。ああ、そういうもんなんだ。モルガナはベテランだから慣れてるってこと？用心しろって言ったろ。いきなり押すんじゃねえよ。今から戻ってもう一回やる？そういうことできるんかな？だから砂漠に飛ばされちまったの？墓場どこ？クソあちいんだけど。部屋のど真ん前で侵入したのに中じゃないんだ。確かにね。よほど他者を遠ざけたいのかもね。なるほど、なるほど。金城の銀行とは正反対の荒涼とした感じ。さっさと行こうぜ。パレスどこよ？あっちか。お、お、キラキラしてんな。本当だ。砂漠の墓。なるほど。とにかくあそこに向かいましょう。おーい。遠くない？歩くの？確かにね、なんか見えるから行けそうって思うけど3時間ぐらいかかったら泣いちゃう。まさか肉球やけどするわ。今のモルガナは重いな。あ、待ってました。忘れてたわ、さすが。冷房ガンガン効かせとくぜ。すごいね。てか2222なんだ。猫の日じゃん。気が利くじゃん。へへ、まあな。よっしゃ、出発だ。ウィーン。アニメーションだ、サソリ。なんか優雅じゃない？寝てる。そんな遠い。モルガナ一人頑張ってる。言わないで。
窓開けて50度の熱風に当たるよりマシ。え、クーラーは？ねえ、飲むものない？ミネラルウォーターとか。全部飲んじゃった。制服張り付いてる。めっちゃ見えてる。レン君を見たいんだ。男の子だね。遠いね。わあ、すごい趣ある。結局クーラーかけられなかったってことだよね。それともモルガナのあれなんかな。向こう側にも都市が見える。あっつ、めっちゃいいアニメーションだったわ。めっちゃ可愛いわ。エアコン全然効いてねえじゃん。なんだよあの生暖かい風は。あれが限界なんだよ、文句言うな。かけてはいたんかね。まあメメントスよりはなんかその交互の世界だから難しそうではあるよね。ったく、ほんと半端だな。おお、やるのか。いや、歩いてくるより全然マシだったじゃん。しかもあんた寝てたんでしょ。いたわれいたわれ。もううるさい、暑いんだからイライラさせないで。まさかパレスがピラミッドとはね。いいなぁ、趣ある。なあ、ピラミッドって墓なんだろ。確かに王墓だな。確かに、それが有名だけど諸説あるわ。死者の復活装置なんて言われてたりもするし。ああ、なるほどね。へえ、その考え方好きかも。死者の復活ね。それにしても美しい黄金比、完璧だ。つかさ、もう入らね、溶ける。待ち観光したい。なんか入っちゃうだ。あっち、じゃあ早く中に入ろうぜ。街探索めっちゃしてみたい、アサシンクリード。え、あ、意外といけるぞ。あ、意外といけるぞ。壊せない。これ何？机？机と椅子。遠くに見える町な。ここに来る途中にあった町が見えるな。お宝の反応はピラミッドの方からだ。気にする場所ではないだろう。でも RPG プレイヤー的にはめちゃくちゃ気になるんだよね。好きなんだよね、こういう。何これ、閉じた鉄柵が固く閉ざされている。めっちゃ雰囲気ある。この横にある文字それらしくあるけど全然読める。こっちは、あ、オアシスっぽい。ちょっと飲めないけど、期間ポイントか。好きだな。アラビアンいいよね。どうした？そうね。どうやら前衛がいっぱい。モルガナ、リュウジ。ちょっとリュウジと北川くんのコンビ見たいんだよね。でもリュウジとまこっちゃん見てないんだっけ。一旦こうしてみるか。承知した。モルガナ外さないと思ってたんだけどね。こっちはいけない。こっちもいけない。ジャンプ、これ何？あ、これなんて言うんだっけ。内臓って書いてある。どういうこと？なんだっけ。景観。砂漠にピラミッド、オアシス、すごい景色だ。足場の下には流砂があるようだ。
今ドラクエ10の記憶をすごい掘り起こしてるんだけど、なんだったっけ、アダムとイブじゃなくってなんだったっけ、すごい気になる。あんなにやったのにドラクエ10のピラミッド。あのリュウさんところは行けないっぽいね。よし、じゃあ行きましょう。なんか違和感あるね、変身してないの。遺跡の扉、どうやらこれが双子じゃない、双葉のパレス。彼女はあの家をこんな場所って思ってるのね。この奥で何かが待ち受けているのか。どうする、中に入るか。行こう。うん、きっとこの中にこの中にきっと双葉の秘密があるんだよね。ええ、それでは中に入りましょう。すごいね、趣向を凝らしてきたね。双葉の心を盗め、ピラミッド内を調査しろ。いいね、雰囲気あるな。すごいデジタルだ。うお、中涼しい。なんだこれ、冷房でもあんのか。現実の双葉の部屋に冷房が効いているせいかも。とにかく助かったわね。てか中に入っても服変わんない、こんなの初めて。どうしたものか。警戒されていないのはいいが、周りを見ろ、いきなり四方全部壁だ。ま、墓だしな、入りやすくはなってないだろう。辺りを探ってみようぜ。帰国がかっこよいですね。なんでしょうねこれ、目なんだろう。あ、なんもないのか階段登って、うわー、めっちゃ好きなんだけど、ジャンプ珍しいジョーカーな感じ。すごいね、かなり奥まで続いてるね。階段投げ、敵に襲われないだけマシだろ。贅沢言うな。それよりお宝の気配をこの先からビンビン感じる。近いぞ。この階段ピラミッドの中心部に向かってるみたいよね。そこにお宝があるのかしら。行こうぜ。じゃあ頑張って登るとすっか。行こうぜ。え、ダンジョン系じゃないっていうこと。しかし敵も何も出ねえな。こういうイレギュラーなら歓迎だろ。どうだろうね、気合は入れてたけどね。やっぱ悪人じゃないかしら。本人がウェルカムだからな。確かに。油断は禁物よ。ピラミッドだけに罠があるかもしれない。後ろさっき振り向かなかったけど、なんかある。ん、あっちから来たんだよね。なんだろうねあれ、今じゃないのかな襲われるかなと思って振り向いただけなんだ。やっぱなんかあるの。敵か、ウェルカムだからってシャドウがいない し、 美しい、古代の神秘だな。やはり写真より実物は迫力が違 う、 う、ちょっと違う気がするけど、なんだろう、ちょこちょこあるんよね。よっしゃ、今回楽勝っぽいな。本人がさ、誰、本人がさ一人ぼっちっぽいもんね。ま、誰かいるぞ。お、もしかしてこいつ。そいつは双葉のシャドウだ、本人じゃない。そうか、モナは顔知ってるもんな。確かに格好が王女っぽいな。ね、いいね、衣装かわいい。あなたがさくら双葉、うん、おー、そうそう、こんな子こんな子。おい、お宝はどこだよ。知らないはずはないけど。口聞けねえのか。ちょっとそんな言い方。ごめんね双葉ちゃん、大丈夫だよ、安心して。教えて、あなたの大事なものはどこにあるの。拉致が開かない、ほっとこうぜ。ちょっと黙っててデリカシーデリカシー。我が墓を荒らす者、何しに来た。喋ったけど。何言ってんだ、
盗んでほしいんだろ。取れるものなら取ってみるがいい。挑戦的だな。うん、ツンデレというやつか。そうなんかな。お前らに取れるわけがない。我がパレスはこんなことになっているのだからな。こんなこと？ああ、この声は幻覚と幻聴。人殺しとか言ったらどうだ。やだね。人殺し、あなたが殺したのよ。お前のせいだ。ひどい。親戚とかから言われたんかな。おい、なんだよこれ。近寄らないで。なんか消えそう。そう、私がやった。は？母を殺したのは私。それ精神的にっていうこと？実際に背中を押しちゃったとか？でも後悔系だよね、現状は。今のは？ここには母もいる。私はここにいる。死ぬまでずっとここにいる。そっか、ここだったらお母さんに会える。お、来た。服が警戒されたのか。どうなってる。うま、うん、かわいい。でも高校生には見えないよね。言って中二かな。これまた、あー聞こえてきた。あー、なるほど、やっぱ波があるんじゃない。だからヘッドホンしてるのか。新聞。お母さんを殺した私なんて生きてる価値ない。ここは墓場、ここで死ぬ。そうだ、近寄らないで。何か言え。ヒーローのフィギュアあるのは。いや、助けて。そういうことかね、助けてほしいのかな。新聞はお母さんの記事なのかな。まずいわね、状況が把握できない。どこか安全な場所で情報を。でもやっぱりあの機械類を買い与えられる宗次郎はなかなかなお金を持っていらっしゃるな。今度は何。まずい。やっ、お前ら走れ。テテ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 。こういうの見たらすぐインディ・ジョーンズ歌っちゃう。いい感じになんかこう塞いでくれないかな。まっ、はあ、助かった、間一髪ね。ちょっと何、何なわけ。事情を聞こうにも扉を閉じられたようだな。どうする、行ってみるか。いや、ここは一旦引いた方がいい。思ったより単純じゃなさそうだ。ちゃんと準備してから来ないか。うん、それがいい。そうね、一旦退避して後日しっかり準備してからパレスに入りましょう。ウィース。ちょうどね、装備もそろそろ買おうかなって思ってたところですよ。これから夏休みだしね。